11月7日月曜日の東京株式市場午前の取引が終了しました。東京株式市場週明けは反発となっています。まず日経平均、先週金曜日の終値に対して328円92銭高い 27,528 円66銭で電場の取引を終わっています。そしてトピックス 19.50 ポイント値上がりして 1934.90、 JPX 日経インデックス400、これが 199.75 ポイント値上がり 17400.40 と、3指数ともにプラスでの終わりとなっています。プライム市場全体で見ますと値上がり銘柄数が1330、これは 72% に相当します。値下がりが452、変わらずが54。先週末は400円を超す日経平均の下落で終わっていた東京市場ですが、今日は幅広く買い戻される形で上昇に転じています。先週末のニューヨーク市場が雇用統計、注目されました雇用統計の数字は、強弱相半ばするような中身でしたが、ダウ平均でもって、結局最終的には400ドルを超す上昇に転じた、5日ぶりで反発したというニューヨーク市場の動きを受けまして、東京市場でも買い戻しが優勢になったという、そんな状況になっています。マーケット的にはまだまだ不透明感、残っている状況ではありますが、下値に行きますと押し目買いの買い物が入ってくるという、そんな需給関係をマーケットの関係者は指摘していました。人気を集めた銘柄は特に主力株、例えば東京エレクトロン、ファーストリテイリング、あるいはソフトバンクグループといった指数への寄与度が高い値傘株がやはり全体を押し上げる形で買われています。その一方で決算発表シーズンちょうど真っ只中ということで、個別銘柄では決算の内容についてそれに神経質なマーケットになっていました。例えばキャラクタービジネスが好調なサンリオ、あるいは社員研修など学び直しに関連する事業が順調に拡大しているインソース、ともに先週金曜日の引け跡に決算発表を行って通期見通しの増額修正を発表したことで、ともに株価は上に離れるという展開となっています。逆に先週金曜日の引け跡、業績見通しの下方修正、減額修正を発表した山一電機、あるいは新電源といった電子部品の2社はプライム市場での下落率ランキングの上位に顔を並べるという、そんな状況になっています。決算のいい銘柄は買われ、内容的に問題のある銘柄は売られるという、そんな明暗分かれた動きが続いていまして、全体として見ますとプラスの銘柄の方が多いという、そんな状況でしょうか。決算シーズンらしい個別物色が展開されたというのが本日の状況だったと思われます。以上、11月7日午前の状況、アローズスタジオからお送りいたしました。